ザクセンイエーナは1672年から1690年まで存在したベッティンケエルネスティン系が統治した広告。領土は現ドイツの駐輪元州の一部にあたる。1662年にザクセンバイ・マルコ・ビルヘルムが死去すると長男のヨハン・エルンスト二世をはじめとする息子4人が広告を共同で統治した。領土分割も検討されたが、 1662年時点のザクセンバイマル公国の領土は小さく、分割は現実的ではなかった。しかし、その10年後にザクセンアルテンブルク公、フリードリ・ヒビルヘルム三世が溶接し、ザクセンアルテンブルク公家が断絶すると状況が変わった。フリードリ・ヒビルヘルム三世の叔父ヨハン・フィリップの遺言に基づき、ザクセンアルテンブルクは、ザクセン語多公国領になったが、 この遺言が、相続争いの起因となり、ザクセン・ゴータコ・エルンスと一世は争いに決着を、つけるべくザクセン・アルテンブルクの4分の1を、ザクセン・バイマールに割上した。これにより、ザクセン・バイマールは分割相続に適した大きさとなり、ヨハン・エルンスと二世は弟たちに所領を分け与え、そのうち、ビルヘルムの4男ベルンハルト二世がイエーナを獲得して、 ザクセンイエーナ公国を創設した。ベルンハルト2世は、公国創設から6年後の1678年に、死去、息子のヨハン・ビルヘルムが3歳で、皇位を継承した。ザクセン・バイ・マルコー・ヨハン・エルンスト2世、ザクセン・アイゼナ・ハ公ヨハン・エオルク1世、ザクセン・バイ・マルコー・ビルヘルム・エルンストが、相次いで摂政を務めたが、ヨハン・ビルヘルムが15歳で溶接したことで、 ザクセンイエーナ公の家系は断絶、医療は1692年にザクセンバイマルとザクセンアイゼナハの間で分割された。ありがとうございます。